こんばんは、平井弘明です。突然ですが、今気になってる理論とかですね、やってる理論、それ成功するとどうなるかご存知ですか？もしかしたらその理論合ってないかもしれないんですよ。ですね、ご自身の動きを知らないと、その今やっている理論や気になっている理論が必要か必要じゃないかの判断ができないんですね。なので今取り組まれていることが今後その自分のゴルフに必要ないものだったり、実は今やってないことがすごく大切で必要だったりってしてくるんですよ。そういう世の中に今ある理論に対してのやっていいこと、やってもらいたいこととかですね、やってほしくないこと、やらなくていいことなどを解説していきたいと思います。平井弘明のワンナップゴルフ。例えばどんな、例えば頭を残す一つの理論とします。それを頭もともと残る人が頭残そうとしたら、残しすぎて体が回転しなくなるってことはめちゃくちゃ多くありますから、例えばそれで体回転しなくなったら出るミスというのもいくつかあります、それすごい大事件になることがあるんで気をつけてもらいたいポイントなんですよね。頭残さない人が残そうとすると、頭残さない人が残そうとするともう絶対回転不足になります。フィニッシュへの回転不足、要はここで止まっちゃう。そうすると左肘をこうやって曲がっちゃう人で悩んでる方っていらっしゃいませんかね。その方は多分ほとんどそうです、要は頭残しすぎて体回転してなくてフィニッシュ取ろうとするから左肘引いてフィニッシュを無理やり取っちゃう。そうすると飛距離が出ないっていう風になっちゃう。まずこれ例として一つある、で今度はさっきの逆で、頭残す人が残さなくなったら俗に言うヘッドアップよね。ヘッドアップって打つ時にも体と頭がこういっちゃってる。俺ヘッドアップ全然気にしない人だからいいんだけど、体が浮きやすくなる。そうするとボールとの距離が変わるからミスショットが出やすくなる。そう、それが2例目。これだけでも2つある、頭1つだけで。そう、だそういうのがあるんだよね。逆に頭じゃ残すのが合う人、打つ時に左にこう結構突っ込んじゃう人、要は頭が左に動いちゃう人なんかは頭残すのが合う人、残した方がいい。それで良くなる。そうだけど、もともとこうやって打つ人で頭残したらこうなって右軸になる可能性がある。そうするとダフリシャンクが出る、それは頭を残しすぎちゃいけない人。そうだから前も動画で言ったけど、前傾姿勢が変わってなければそんなに大きな怪我ってないのよ、ミスが少ない、だから頭がヘッドアップしたりルックアップって目だけこうやって送ったりするのは、まあ、ほぼほぼ関係ないんでね。合う合わないがある。そう、合う合わないがある。で俺この動画撮るきっかけになったのが、レッスンでもあるけど理論をめちゃくちゃ知ってる人がいて、自分が最新理論を常に取り入れてる人がいたのよ。でもその方のそのやること自体は俺全然悪いと思わないよ。そう、むしろ新しいことに取り組むのがいいこと、チャレンジ精神でいいことだけど、最も欠点なのが自分がどう動いてるかが分かってない。そうだから何が言いたいかっていうと、その人にとって今その理論が必要か必要じゃないかが判断できてないのに理論をやってる。なるほどね。そう、それは大事件、一番やってはいけない行為というか、自分の動きを自分が知ってて、こういう自分の利点と欠点があって、それを知った上で理論を取り入れることは大賛成、もちろんそれは正規の手順だからね。だけど自分がどう動いてるかはっきりわからないうちに新しい理論だったり、そのやりたいだけの理論を取り入れちゃうと、正しい結果っていうのが得られずして終わっちゃうことがめちゃくちゃある。だからそこはちゃんと、毎回これ理論のことでは言ってるけど、その理論が成功したらどうなるかっていう結果を知って自分のスイングに取り入れることは大切なことなんで、それは絶対やった方がいいです。それはやっぱりその自分のスイングタイプによって取り入れられるものと取り入れられないものがあると。あるそれはほとんどの理論に対してある。前の動画で、ね、理論の裏表っていう動画やったじゃない、それと関係してくるんだけど、裏表があるから、表が合うのか裏が合うのかが
出てきちゃう、うん、そうどっちがあるか、そうだからね、それってじゃあ判断は何って言ったら、自分の動きを自分でしてないと判断ができない。何でもかんでももちろん取り入れちゃうとパンクしちゃうし、いいものを崩しちゃうことにもなる。だからそれは絶対に調べた方がいい。自分で、自分なりでもいいのよ。うん、例えばどんな、例えば最近流行ってシャロースイングとか、もともと低いシャローに打つ人がシャロースイングにしたらもうこれ大事件よ。もうもちろんダフリだって出るし、振り遅れシャンクだって出るだろうし、そもそも距離が出ない、当たらないっていう風になってくるし、例えば体重移動もそうよね。センターでこうやってくるくるって回る人が体重移動をしようとしてたら、それこそね、芯がずれるし当たんない、ミート率が下がる。あとはもともと普通に振ったらアッパーに振る人がダウンブローがいいってダウンブローに振っちゃったら、それこそそれも球が上がらなくなる、はい、そう、そういうことってもうめちゃくちゃすぐ出ちゃうから、そう、だから完璧にその動きを取り入れて、自分が自分の動きに対して結果を出せたとしても、本当にそれでいいのか自分で確認した方がいいよね。自分で再確認しないとやる時間の無駄になっちゃったりもするから、それはつまんないから、自分がこれを成功させたらどうなるかっていうのを知ることっていうのはすごい大事、うん、あとそしたらあれだね、今の話聞くと、うん、何にも意識しないでした時のスイング、うん、全然真逆のことだったら今度動きにくくなっちゃったりする。そう、動きにくくなる。素直に動いた時の動きと真逆の理論を今やってたら、うん、完成したかどうかのジャッジも自分で多分できないんだよね。あ、自分の感覚じゃないから、はいはいはい、そうで出たミスも分かんないし、次今日じゃあゴルフしましたっつって次クラブ握る時にまた組み直さなきゃいけなくなるのよ。感覚じゃないから、自分のね、要は肩にはめて毎日過ごしてるような感じだから、はまんない日も出てくるわけよ、動きとして。そうなってくると、じゃあ何が悪いのってなって分かんなくなっちゃう時があるんだよね。だからレッスンにずっと行ってないとダメだったり、ずっとカメラを撮ってないとダメだったり、常にチェックをしてないとダメになっちゃう可能性があるんだよね。そう、逆にこの理論は自分に合ってるなって分かる時もある。近いものをちゃんと選んでて、正しいものを選んでたら、それはショット自体もそうだし動きもそうなんだけど、自分の打つ球を見てほしいの、うん、ずっと同じ球出るから。あ、似たような球だったり似たミスが出る。そう、それって自分の本来の動きに近いのよ。あ、だけど例えば逆球、はいはい、右も左も出る、高低差も違うってなってくると、形のスイング、本来のスイングにちょっと程遠いかなっていう感じ。だから自分はこう動かなきゃいけないんだで動いちゃっててぎこちない、でもゴルフはこういうスイングしなきゃいけないんでしょで振らされちゃってる人はいろんなミスが出る、うん、でも例えばじゃあレッスン行ったことありませんけど、そこそこゴルフショット打てますっていう人は同じミス、似たようなミスが出るのよ。そう、それは本来の自分の動きに近い方。あ、うん、癖が一緒だからね。なるほど。そう、その直されたスイングだったり、その形から入ったスイングっていうのは癖もバラバラだから、うん、出るミスが自分で分かんないから。あ、そう、だから感覚で、フルショットだったらまだいいとしても感覚を要するショットになってくると、その感覚を出すのが難しいもん、難しくなっちゃう、うん、それがね一番こう大きい違いかな。ってなった時に、習ったことなくてさ、うん、同じミスが出る人っていうのはさ、うん、何習ったらいいの？だからその感覚を習わなくていいのよ。うん、その感覚を常に自分で結果と一致させる練習をすればいい。あ、そういうこと？そう、例えば、7番アイアンで150ヤード今打とうとしました、その人が、うん、したら150ヤードきっちり飛んでるかどうかの練習をするわけよ。はい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 、そう、自分の強さの感覚でね、この強さで何番で何ヤード飛ぶっていう感覚を全てのクラブで得ようとする練習をした方がいい。ということは、右行っちゃうなって思ってたら、うん、右に行かないように、うん、左に打とうとする感覚をやればいい。そう、それは例えばその方だったら
多分クラブを使って動く方の方がもしかしたら多いかもしれないんだけど、したらクラブの開き閉じの調整をインパクトでしてあげる練習。ちょっと打っていい？僕これ7番やんです。でストレートボールを打とうとしてドローを打ちますね。わけわかんない。ちょっとドローかかっちゃいましたね。じゃあそれをインパクトのフェースの開き閉じの調整でストレートに感覚的にしてみますね。もともとドローヒッターだからしょうがねえか。そうだから、ああいう調整っていうのが自分の感覚としてできたとします。したらレッスンいらなくないですか？そう、そうなんですよ。自分の微調整だったり手に来る感覚、伝わってくる感覚で球を操作できたら自分だけでいいんですよ。レッスンに行く必要がないので、自分で判断できて自分で調整できるようになってくるんですよ。でもちろん僕レッスンで聞くのは、いやそんな感覚ない、わからないっていう人いるんですけど、僕思うに感覚を出してないだけなんですよ。それを今の感覚を例えば強さだったり角度だったりで知ろうとして打とうとしたら絶対伝わってくるんですよ。あとはもちろん数もあります。数打てばその感覚っていうのは伝わってくるんですけども、そんなに例えば球が打つ時間ないっていう方だったら、一球に対しての感覚の得ようとするその感覚自体をやっぱり敏感にもっと察知した方がいいんですよ。例えばダフる感覚とナイスショットの感覚って絶対分かると思うんですよ。そこは大きい違いなんで、もちろん分かりやすい。でも例えばちょっと右に曲がった、ちょっと左に曲がった感覚ってほとんど一緒の感じに感じると思うんですけど、それも例えば目で見て大げさに、じゃあ次のショットで変えてみるとかでもいいんです。最初はその感覚を知ることが大事なので、最初から敏感にこういう感覚だったっていうふうには思わなくてもいいので、その度合いを調整する自分の感覚を次に伝えてあげることが大切になってくるんですよ。まずは感じようとしないとダメなんですね。そう感じようとしないと、感じようとしないと感じられないことなので、そう意外と僕より徹君の方がいいアドバイスするかもしれないですね。自分で感覚を磨いて、うん、右出たからじゃあ左出たから右とかってやってできるようになっていけば上手くなってくる。もちろんもちろん。そしたらレッスンって行かなくていいの？何してるんですか？これいい、めちゃくちゃいい質問ですよね。そうで、僕もレッスンやってるんで何とも言えないですけど、レッスンってそんなに多く通うもんじゃないんですよ。で僕これ直接生徒さんにも何回も言ったことあるんですけど、レッスンって習い事じゃないんで、こういうことを今自分がやらなきゃいけなくて、それを取り組んでれば上達するっていうことを1回だけのレッスンでもいいぐらいなんですよ。小分けにして、じゃあ今日はこれやります、じゃあ来週これやりますって毎週毎週来るもんでも僕はないと思うんですよね。そうだから自分の感覚として知れてれば 1,2 回でいいぐらいですよ、レッスンって。ただもちろんその中で詳しく知りたくて逆に小分けにして知りたいっていう方もちろんいるんですよ。そうで、そういう方は全然いいんですよ。毎週来てレッスンに行って、今日はここを知りたい、重点的に。で、今日はここを重点的に知りたい。で、それ全然いいです。僕もそれは賛成するんですけど、ただ、やることが分かってる方で、要はあとはショットの感覚として自分のことを知りたいな、ショットを知りたいなっていう方は、回数じゃないですよね。自分の感覚を知る、一人で練習することの方がもっともっと大事なので、そっちに重点を絞った方がいいと思うんですね。今曲がり幅の感覚としてお伝えしたんですけども、縦距離もそうなんですよ。要は距離感、10ヤード打つのか20ヤード打つのか30ヤード打つのか、もちろん150ヤードとかその前後もあると思うんですけど、そういう縦距離の感覚もそうなんですよ。でそれって自分の感覚として打ててないと、最初の話に戻るとやっぱ7番とか8番でもいいんですけど、何ヤードを打つっていうのがコースでは必要になってくると思うんですよ。アイアンで何ヤード打つんじゃなくて、残り距離をどう打つかなんで、だからその距離をこう打てるような体
感覚を、要は力加減ですよね、そう力加減を身につけてもらって、その感覚をショットに対して出してあげれば距離感っていうのは合いやすくなってくるんで、普段からそういう練習をするってことは大事なんですよ。だから番手を決めて何ヤード打つんではなくて、単純に距離を打つことの練習をしてあげた方がいいですよね。なるほど、じゃあ左右とその前後の感覚だけひたすら磨いてればうまくなると。単純にはプロだよねそうプロはそれやってる。だからそう、まあプロにならなくても絶対に上達はするから。そうだよね、それだけだもんね。そうゴルフはそれだけ。あ、なるほど。そうだからこの十字の、そうだよね、そう十字キーのもう要はセンターに打てれば100点なわけじゃない。なるほど。そう、それをいかに的を狭くしていけるか、それを自分の感覚にちゃんと耳を傾けて感じながらやっていければいいってことだね。そう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 。なるほど。だから面白い練習が、例えばサンドウェッジで素振りなしで、じゃあ25ヤードの旗に素振りなしで見た感覚で、ああいう感覚ですよ。素振りなしで、それ朝のパッティング練習もそうなんですよ。ワンスリーブ3球入ってますよね。3球グリーンの上に出して 5,6 メーター以上先のカップに対して素振りなしですよ。素振りなしで見た目で構えてポーンって打つ、その要は感覚ですよね。それがすごく面白い練習なんですよ。要はその日の感覚が分かるんで、例えば1球目打ったらもう2球目は1球打ってるんで感覚として残るじゃないですか。で1球目ドショートしました。でその1球目の感覚があるから2球目例えばオーバーする人が多いんですよ。だから感覚がないわけじゃないの。そう、それを感じてないだけなんですよ。そうだからそれを自分で敏感に感じれるようになればなるほどショットが磨けるんで、練習をした方がいいってことなんですよね。できないことはほとんどないんですよ。自分でやろうとすればできてくることの方が多いんで、それをやってあげた方がいいと思うんです。だからどっちかっていうと僕鈍感ですからね。ただ勉強よりゴルフばっかやってきたんで敏感になったっていうだけなんですよ。お前のどこが敏感なのって言われたらハテナ出ちゃうんですけどだからそう、だからそれだけ行儀悪いですけど、ゴミ箱にゴミ投げるにしても距離感なんですよ。家の中にこうポンとティッシュ丸めて捨てたりとかって、ああいうのもすっごい意識するんですよ。ああっつって、そうだから例えばダーツとか物を遠くに飛ばしたりするものに対しては感覚ってすごい大事ですよね。例えばとんかつ挟むのと豆腐挟むの違うじゃないですか、箸で。ああいうだ、あれも感覚ですよ。そう、そういうものってすごい大事なんで、ぜひ普段の練習から感覚を感じて練習した方がいいと思いますね。タイトルと変わっちゃったかな。まあ、いいか。そう。なんでちょっと言いたいことは言わせていただけたかなと思います。ではですね、やりたいことははっきりしてるのになかなかそれが正しいかどうかわからないという方へ向けて動画撮っていきました。こんな感じだったかな。ちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。